ムラペイントの施工方法。ムラペイントを塗ることのできる下地はビニール壁紙、古い塗り壁、コンクリート、モルタル、石膏ボード、合板です。ムラペイントは内壁、天井専用です。自宅の壁に塗れるかなと思ったら当社までお問い合わせください。ご準備いただく材料と道具はアクドメール、ムラペイント下塗り、上塗り、注毛ローラー、ハケ、コテバケ、スムーディー、塗料受け皿またはバケット、マスカー、マスキングテープなどです。ワンポイントアドバイス、塗料受け皿にマスカーを敷いて使うと洗う手間が省けます。施工の流れ。施工の流れは養生、下地処理、ムラペイント下塗り、ムラペイント上塗り、仕上げ、乾燥です。養生、塗ってはいけないところを保護することを養生と言います。マスカーやマスキングテープを使って早速養生を始めましょう。マスカーはドアや床面などの広い部分の養生に便利です。細かな部分はマスキングテープを使って養生します。養生が終わったらテープの剥がれがないか、やり残しはないか、ローラーを転がせるイメージをしながら確認しましょう。下地処理、アクドメール、注毛ローラーを使い下地処理を行います。古い壁に塗る場合は前もってアクドメールを下塗りし乾燥させてください。他社の下地処理剤は使用できません。古い塗り壁、コンクリート、モルタルの場合は全面にアクドメールを水で2倍に薄めたものを注毛ローラーで塗って乾燥させてください。その後再度全面にアクドメールの原液を注毛ローラーで塗って完全に乾燥させてください。アクドメールをよく振ってください。一度に全量を出さないで受け皿から溢れない程度に出してください。下地処理が完了したらいよいよムラペイントを塗っていきましょう。ワンポイントアドバイス、アクドメールを2回塗る場合、ローラー部分を袋で縛り空気に触れないようにしておけばローラーを洗わずにそのままご使用することができます。またアクドメールの後の下塗り時はローラーを交換してください。ムラペイント下塗り、ハケと注毛ローラーを使いムラペイント下塗りを塗ります。ムラペイントは天然素材が沈んでいますので、開封前に中身が均一になるまでよく振って揉んでください。バック部分のコックをひねって開けます。中身が飛び出す恐れがありますので、パックを置いた状態で開けてください。受け皿に材料を出します。一度に全量を出さないで受け皿から溢れない程度に出してください。材料を追加するときは再度コックを閉めてよく振って揉んでから追加してください。まずコーナー部分や細かな部分を先に塗ります。この作業はハケを使って行います。いよいよ壁面に塗ります。ローラーに材料を含ませ受け皿のデコボコ面で転がして垂れないようにします。ローラーで材料を塗る際には下から上にローラーを転がします。上から下に転がすと材料が垂れてしまいますので、必ず下から上に力を均一にかけてゆっくりと転がしてください。次にローラーを横に転がして材料が均一になるようにし、最後にもう一度下から上に転がして表面を整えます。下塗り後は3時間以上乾燥させてください。厚塗りはひび割れの原因になります。ムラペイント上塗り、コテバケ、スムーディーを使いムラペイント上塗りを塗りましょう。上塗りの準備をします。下塗りと同様に天然成分が沈んでいますので、よく振って揉んでから受け皿に出してください。コテバケでランダムに模様をつけるように塗ってください。ここでのポイントは3つです。厚く塗りすぎないようによく伸ばしてください。ムラペイント上塗りが透けている部分がないか注意しながら塗ってください。時々少し離れた場所から模様のバランスを確認してください。仕上げ、スムーディーの持ち方は持ち手にあるマークを手前側に来るように持ってください。スムーディーは立てすぎると仕上げがうまくいきません。寝かせ気味にして撫でるように仕上げてください。
塗った部分が乾燥する前にスムーディーで軽くランダムに押さえて仕上げてください。スムーディーで押さえるタイミングは上塗り後5から10分程度です。ローラーやハケについた材料は新聞紙などに押し付けて取り、乾燥させてから可燃ごみとして廃棄します。残った材料も新聞紙などに吸い込ませて乾燥させ可燃ごみとして廃棄してください。洗浄液を河川に流すと環境汚染となりますので流さないでください。あなたもムラペイントでおしゃれでこだわりあふれるお部屋を作りましょう。ご不明の点はお電話またはメールでお問い合わせください。藤原化学です。